それでは今回のゲストをお呼びしたいと思います。どうぞ。じゃあお願いします。お願いします。秋田農産ハピネッツの細谷正史です。よろしくお願いします。お願いします。ということで今回のゲスト秋田の細谷選手です。よろしくお願いします。はじめまして。はじめまして。ちょっと話はいろいろ後輩から聞いたんですけど、はい、こうやってお会いして話すのは初めて。そうですね。僕自身ももちろん渡辺さんのことは知ってから、ありがとうございます。お会いできて光栄です。ありがとうございます。今回、移籍をしてきて、はい、なんか、見て外から見てると非常にこう気持ちが良さそうにっていうか、やりやすいような感じで見えるんで、はい、その辺どうですか今シーズンは。まあ、そうですね、移籍をしてきて、秋田のそのスタイルっていうのがアグレッシブなオフェンスだったりディフェンスだったりっていうのがあるんで、それがすごく僕自身マッチしているなっていう感じは、今思いながらこうプレーをできているなっていう感じですね。それをすごく感じます。はい、はい、ということで今回この5枚のカードがあるんですけど、はい、これをちょっとお渡しするんで、はい、このワードに沿った話をこう自分でどんどん展開していくって僕と話をしていくっていう感じで、はいはい、何でもいいですか。で選んだらちょっとカメラにこう出してもらって、はい、じゃあやっぱ一番最初は、はいはい、じゃあこれで、はい、木で、はい、喜びですね。すいません、はいはい、じゃあ喜びでいきます、はい、お願いします。やっぱ一番嬉しいっていうのは秋田に移籍してきたことがやっぱ自分の中では嬉しいことですね。やっぱその秋田に来てからいいことがたくさんあったんで、うんうん、はい、いやそこの部分すごく嬉しいですね。なんかそのキャリアがすごい他の選手とは違うんですけど、はい、その辺も含めてやっぱりこういろんな方に勇気を与えてるプレイヤーと思うし、なんか存在感がすごい大きいと僕思ってて、ありがとうございます。はい、なのでちょっと秋田のパフォーマンスっていうかこの先もちょっと気になるんですけど、はい、どうですか秋田のファンの方々は反応はどうですか。熱いですね。熱いですか。熱いですし、クレイジーピンクはまさにクレイジーピンクだと思います、はいはい、あとそうですね、プライベートの部分でも、うん、もう本当1日1回話しかけられる、あそのぐらい、はい、っていうぐらい、うん、もう本当秋田の熱っていうのは毎日感じてますね、うん、秋田にもハマりつつ、そうですね、ピンクも似合いつつピンクが似合ってるか分からないですけど、いや、はい、似合ってると思います。ありがとうございます。分かりました。じゃあちょっと次のワードに、次どうでいきましょう。怒りで、はい、どうで、じゃあ、はい、怒りでどう、怒り、あんま怒るイメージないですけどね。そうですね、あんまないんですけど、やっぱりその自分のなんていうんですか、弱点というか、うん、そういうところがやっぱ自分で思っているのはディフェンスの部分だったりっていうのがあるんで、うん、秋田はやっぱそのディフェンスがメインなんですけど、うん、やっぱその部分でまだまだ自分はできてないところがたくさんあるんで、そこに対しては自分ですごくやっぱ怒ったり自分自身に、うん、なんでこれができないんだっていうところはやっぱ思ってますね、うん、まだ。でもあんまりこうネガティブなことはあんま表情出さないですよね。こうそうビッグショット決めた時の喜びとかはすごいあると思うんですけど、はいはいはい、あんまりそのネガティブなことはあんまり出さないですよね、表情。そうですね、まあ、悔しい時は出しますけど、うん、そういう怒ったりっていうところはあんまりないです。もう悔しさの方が出ちゃうっていう感じですね、うん、どっちかというとこう自問自答というか自分に生かせるような感じ。そうですね、もう自分でなんでできないんだっていうふうに思ったりはしますね、うん、チームメイトはこんなに頑張ってんのにっていう感じですね。素晴らしい。いやいや、なるほど。じゃあちょっと次行きますか。そうですね、怒りはさっさと終わって、はい、はい、じゃあこれで悲しい、はい、悲しい、悲しいのちょっとね苦手ですけど、悲しい悲しいないっすね、はい、悲しいはないですね、秋田に来てからは。あ、どちらかというとこう前向きな性格ですか。そうですね、うん、もう苦しくても、これがいつか笑える日が来るっていうふうに思ってやってるんで。なるほど、はい、悲しいはあんま思ったことはないですね。なるほど、それも素晴らしいと思います。いやいや、じゃあ楽しいを終わらせて、はい、はい、じゃあこれいきます。はい、はい、楽しい、楽ですね、はい、はい、そうですね、もう楽しいはもう今ですね、うん、苦しみながらも楽しんでるって感じですね、うん、今自分の中では充実感は、充実感はあります、うん、そうですよね。ですけどやっぱまだまだ自分にで足りない部分が多すぎるので、うん、でもそれがすごく苦しいんですけど楽しく感じられる、うん、やっぱそれはやっぱ今が充実してるんだなっていうのは思いながらやってますよね、うん、なんか尊敬する選手田臥勇太選手って方があって、その栃木、勤めいた頃に一緒にプレーしてられてると思うんですけど、はいはい、彼もやっぱりバスケット楽しい楽しいってやっぱりずっと言ってるんですけど、なんか一緒にプレーして、田臥選手から一番こう学んだというか、こう今でもなんかこう彼の
まあ、メンタリティとかブレとか参考してる、参考にしていうか、そういうのってありますか？やっぱブレてないっていうところですね。やっぱ一番大好き、一番やっぱ根底にあるのがやっぱバスケットボールが大好きだ、うん、いつもたまにやっぱ電話とかするんですけど、今でも、うん、やっぱそこをいつも言ってくださってるんで、うんうん、やっぱそこはブレちゃいけないっていうところは、ブレてないなっていうところはすごく尊敬できるところだなとは思いますね。じゃあその細谷選手もじゃあ楽しむことをやっぱり忘れないでっていう、はい、そうですね、自分の良さをやっぱ思う存分出す、うんうん、やっぱそれをいつもあの優太さんにも いつも電話で毎日ほぼ言われるんで、うん、そこは絶対ブレちゃいけないよっていう、楽しむところはっていうのを言われるんで、うん、そうなんですね。彼も、まあ、僕昔1年だけ一緒にやったんですけど、 そうですよね、はい、あいつっていうか、田辺選手苦しそうな顔してプレーするじゃないですか昔、わかります、はいはい、見たことありますか？すごいなんかしかめっ面で練習団の試合とかするから、はいはい、本当に楽しいのかなって思うんですけど、はい、まあ、最近は本当に楽しそうにやってますけど、なんかまあ彼もね、そういうあの時をまあ抜け出して今の形になったのかなと思うんで、でもそういうなんか影響を受けてるのを聞くと、はい、もうちょっと嬉しいですね。まあ同世代なんで多分したら、ね、あ、そうですね、はい、なので素晴らしいですね。